次の10月で39歳を迎える荻野、引っ張ってサード正面、今日のサードは井上、さばいてワンアウトです。激走してもらってというところ。さあここはセカンドゴロですが、ここはタッチはできていません。ファーストのみアウトということになっています。打率を上げるっていうところですよね。そうですね。さあここは右に大きな当たりになりましたが、ここはライトフライに終わりました。ちょっとなんですかね、それがですね、まだちょっと判明していない部分もあります。さあセンターへの大きな当たりですが、センターは川村が掴んでいます。まあ、なのでパワーもねついてきてますね。そうですね。しかしここはボテボテのサードゴロ、井上がさばいています。これ面白いでしょうね。そうですね。さあここはセカンド牧原さばいて3アウトです。さあこの回57打者16人ということにはなりました。さあ田村の当たり、右中間の大きな当たりになっている。右中間大きいぞ大きいぞ大きいぞ。しかしここはフェンス手前、池田が出るとこう勢いが出るという雰囲気もありましたよね。はい。しかしここは最後空振り三振に終わりました。アウトコースの抜き球、今のチェンジアップですかね。はい。で左ピッチャー球数を50球を超えたのはモイネロ、変化球、まあ、ボテボテピッチャーゴロ、モイネロ自らさばいて3アウトです。ここまででオープン戦は5割5分6人という成績。今度は引っ張って三遊間、サード井上が掴んでいる。ここは間に合った。ここも打ち上げて、ここはライトか、そしてもセカンドか、ライトが掴んでいます。ライトが今はコリジョンがありますが、ここもちょっと速いテンポできました。ここは完全に打たされた格好の茶谷です。セカンドゴロに終わっています。モイネロ4回のピッチング三者凡退に抑えました。